交流戦ソフトバンクさん、旧ヤクルト、2024年6月12日みずほペイペイ D。ソフトバンクの近藤健介外野手、30、が12日のヤクルト戦で途中交代した。1対1の4回に四満塁、左翼への飛球に飛び込み、右手を痛めた。2回には11試合連続安打を放つなど、柳田悠岐外野手、3、5、が長期離脱して以降、打線の中核を担う不動の5番だけに状態が心配される。チームは今季最多9失点。2005年の球団買収以来最速の27試合で観客動員100万人に到達した試合を白星で飾れず、みずほペイペイドームでの連勝は11で止まった。4回、みずほペイペイドームがざわついた。5番、左翼、でスタメン出場していた近藤がアクシデントに見舞われた。1対1と同点に追いつかれ、なおも2死満塁のピンチ。ヤクルト、鈴木のライナー性の当たりに対して勢いよくチャージをかけてダイビングキャッチを試みた。しかし、惜しくも捕球できず、顔面をぶちつけて、エビ反りのような形になり1回転した。目の前にあったボールを懸命に手で払って遊撃、今宮に渡したが、これが2点敵地打となり勝ち越しを許した。しばらくその場にうずくまった。慌てて駆け寄ったトレーナーに状況を説明し出場は続行。直後の攻撃では打席にも立ったが、虫一塁から併殺打に倒れ、次の回の守備にはつかなかった。小久保監督は、右手です、と説明した。右手を巻き込んだようになり痛めたという。試合中から右手に力が入りにくい症状があったため、試合を終えてから X 線検査を受け、13日にも MRI 検査を受ける。指揮官はいろいろ検査結果を見てからです。今後、響いてもらっては一番困る選手なので、明日、来てからになりますね。本人は、いけます、と言ってたけど、スイングがあまり良くなかったのですぐに変えました、と心配そうに話した。ここまで全試合に出場し、打率、346、8本塁打、33打点をマーク。この日も2回に山野からチーム初安打となる右前打を放ち、5月31日の広島戦から11試合連続安打としていた。主砲、柳田が右足を痛めて長期離脱を余儀なくされている中で、頼れる背番号3の状態は気がかりなところだ。山野に今季初勝利を献上し、本拠地の連勝が11でストップ。2位、日本ハムに7ゲーム差をつけて首位を快走しているとはいえ、近藤の状態は大きな懸案になってしまった。